バッチリです。はい、今から石川由依のコメンソをやります。その1、その2、2 やばいその3、どうしよっかな。なんかある？はい、その4、なんだろう。はい、その5、最後怒ってんの？お元気ですか？市川由衣です。今回は初めてバリに来ました。バリは自然がいっぱいでバナナジュースが超美味しかったです。シーフードバーベキューやバギーバイクにも初挑戦したりと最高でした。そう、バリはね、生水を飲んじゃダメだったんで、本当に水の大切さを知りました。このビデオではバリの暑い日差しの中で市川由衣15歳のいろんな姿が見れちゃいます。これを見て由衣のことを大好きになってください。最後の最後まで絶対見逃さないようにね。
これから初めてのエステ体験をしに行ってきます。ツルツルピカピカで綺麗になっていきたいと思います。微妙に、あ、でも気持ちいい。痛気持ちいい。超気持ちよくって寝ちゃいました。のフラワーバスです。私は普段からお風呂が大好きで、泡風呂とか入浴剤とか入れて一人でまったり入るんですけど、パリに来てフラワーバスに初めてやって、フラワーバスは本物のお花なんで、匂いもすごい、お花の匂いがプンプンで、すっごいリラックスできました。こんなにお花に囲まれたのは初めてでした。発見しました。猿は私の大好きな動物の一つなんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて、私もよく猿に似てるって言われるんで、とても愛着が湧いて可愛かったです。最近固まりつつあるその、何、男のタイプ、男の子のタイプ、男のタイプ、だね。だから年は関係なくて。上はいくつまで？上はどこまでも。うっそ、ほんとやばいんやな。じいさんも平気なの？じいさんも平気かな。でもな、ごめんなさい、お父さん、おとい、おじいさんは、おじいさん、うん、ね、でもお父さんより上はちょっとやかもしれないな。それ言えてるね。だってお父さんね、お父さん、お父さん43です。監督生徒だね。違いますか。で、私は関係なくて、まあ、とにかくちゃんとしっかりしてる人、夢を持って、意味が全然わかんない。夢を持って、ちょっとスタッフ的に言わせてもらって、意味が全然わかんない、はい、はい、夢を持って、夢に向かってちゃんと頑張ってる人、あ、目標を持って頑張ってる人。枯れた人はダメなのね。絶対嫌だ、プーダルとか嫌だ。っていうか、私が目標があって、ちゃんとね、目標があるから、その男の人にも目標がちゃんとある人じゃないと嫌だ。
学の頃以来で頑張りましたよ。これは球技が苦手な私なんですけれども、もう負けず嫌いなんで必死でやりました。あんまり普段運動しないのがちょっとバレてしまうような息切れなんですけど、頑張りましたよ。幼稚園の頃から小学校高学年まで水泳を習ってました。お兄ちゃんお姉ちゃんは泳ぐのがめちゃくちゃ速くて憧れていました。中学に入って1年間水泳部として頑張っていたんですけど、残念なことに水泳部が廃部になってしまい、それからはスポーツジムとかでたまに泳いでいます。私の華麗な泳ぎを見てちょ。
多分、うん、でろーん、でろーん、あ、冷たい、かと、これは飲んだ、冷たー、冷たー、え、なに、これエビか、エビ、エビです、じゃあエビよ、冷たいよ、じゃあエビいっぱいみんなの分、はい、でろーん、じゃあこれも焼きます、ありがとうございます、焼きます、私は初めてこのシーフードバーベキューという豪快な料理に初挑戦したんですけど、これは何気に煙がめちゃくちゃすごくて目に入ったり喉に入ったりしてむせたりとかしてすごい大変でした。このガーリックオイルみたいなのが味を引き立ててくれて、ちょっとこれ美味しいのが作れると思います、絶対美味しい、眠られない。おやすみなさい。そこにいられると寝れないよ。<笑>
そ。青くそ。はあ。普通に素で食ってた。ロコロロカです。おはようございます。じゃあ今日は最後の日です。朝ごはん食べてない。朝ごはん食いに中に。もう飽きちゃった。もう飽きちゃったんだもん。2日間毎日食べに行ったの。そうね、あんまメニューがなく。じゃあ今日も頑張ろうね。うまい。バギーバイクに初挑戦。バギーバイクみたいな運転するものは私はめちゃくちゃ苦手なんですけど、初めはすごい怖かったです。でもみんな優しく教えてくれて、だんだんやっていくうちに自分でも動くようになって、すごい楽しかったです。できてんの？できてんですか今？マジで？これをうまく乗れば面白いと思うけど。今回バギーバイクをやってみて、前は私すごい運転とかそういうことは絶対できないと思ってたんで、バイクとか車の免許はいらないと思ってたんですけど、バギーバイクが楽しかったんで免許が欲しくなりました。18になったら絶対免許取るぞ。ショッピングタイム。私は日本語しか喋れないので、お店の人とコミュニケーションを取るのがとても大変でした。これか、これか、これすごいかわいい。これをじゃあプレゼント。よいしょ、ほらプレゼントにね。はい、じゃん。みんなのお土産にこのボールペン入れを買いました。頑張って値切りました。じゃあこれに、これをボールペンを入れて大事に使ってください。ぜひ皆さん応募してくださいね。よろしく。ことのないプライベート映像を中心にいっぱいいっぱいお見せします。初の試み、
バーチャルデート。あ、絶対見てね。よろしくにゃ。です。手のサイズはもみじです。この作品の見どころはマネージャーさんが撮ったメイキングです。本当の私が見れます。ガピアン。今回は素顔のゆいをバキューンとお見せします。撮影で伊豆に来ました。この日はほぼ一日セーラー服で廃校になった学校を使って撮影しました。空気が澄んでて超気持ちよかったよ。私の一日はどうでしたか？それではバイバーイ。皆さんこんにちは。お元気ですか？市川由衣です。今回はバリ、タイのプーケット、伊豆、さまざまなところで撮影しました。このビデオはマネージャーさんが撮影した映像もたくさん含まれているので、今までとは違った視点でまさにその由衣が見れちゃいます。由衣と一緒に遊びに来たって感覚で見てね。最後まで見逃せないぞ。
当たったのが。ダメ。ほら海だよ。着いたよ。ほら。あー気持ちいい。でもここから落ちたら死んじゃうよ。泣くよ。泣いちゃうよ。結構歩いたね。エビチリ、杏仁豆腐。あーお腹すいた。中華。レッツゴー。はい、これから市川由衣の私物を公開します。バッグ。まずかわいい手帳です。これはね、いっぱい写真が入ってます。はい、次見て、これは私の愛用とたまにつけてる香水です。これはすごい匂いがします。はい、あとはね、じゃん、これはファンの人にこの前いただいた扇風機です。ほら、あれ
で結構風が来て超便利。これはくれた。ありがとうございます。これですね。これいつも持ち歩いてます。今日は財布です。これはなんかね、どんな新しいやつなんですけど、超お気に入りです。はい、あとは携帯。このキティちゃんは沖縄に行った時に、沖縄にお仕事で行った時にいっぱい買ったんですけど、この種類のキティちゃんは2個買って、もう1個あるんで、これをプレゼントしちゃいます。あとね、なんかプレゼントします。この指輪もプレゼントしちゃいます。これは手作りです。なのでぜひ使ってください。あとなんかあげる、ではこれもプレゼントしちゃいます。じゃあみんなもらってください。これは大事にしてください。じゃあね。やっぱ男の人は泳げない。そう。じゃあ練習しなよ。いいじゃん、泳いでみれば。じゃあこれがいいでしょ。今泳いでた。泳いでたらそれも泳いでた。
子供たちは写真が珍しかったみたいで、たくさん集まってきてすんごく可愛かったです。私はこのお仕事を始めてもうすぐ1年になります。お仕事を始めてから今に至るまでの短い間にもいろんな変化があったり、自分の考え方とかもかなり変わって、一歩一歩成長していってる気がします。1年経っても2年経ってもずっと前向きに努力する気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思います。みんな応援してね。
でも気持ちよかったよ。いい匂いのねボディソープ使ったから。え、早いね。なんだよ。ストレッチやってる。やっとけやっとく。よし。なんかやることないの？は？何をよ。あ、じゃあ押してよ。ダメ？さあ、腰が痛いんだよね。本当に？嬉しい。とね、手もね、最近疲れてんだ。超気持ちいい。もっと強く押していいよ。あ、気持ちいい。あー気持ちいい。うまいね。あーそこそこそこ。こっちは何そんなうまいの。へえ、じゃあ小島やってよ。あー気持ちいい。あー痛い。もっと強く押していいよ。もっと強く押していいよ。あ気持ちいい。今度来た時ね。今寝るね。おやすみ。よいしょ。おやすみなさい。やっぱりなんか冷房効きすぎて寒いから一緒に寝ようかな。なんで？いいよ。どうしよっかな。はい。何を買おうかしら。今回はファンの皆さんにプレゼントを買いたいと思います。どれだ。出た。2000円。これは一個いくら？一個いくら？2万。どうしてバラパイしてる？12000。12000よ。買うよ。12000。お願い。はい。イエーイ。買っちゃった。はい、この頑張ってネギって買った写真立てをファンの皆さんにゆいの写真をつけてプレゼントします。どんどん応募してください。やったー。